はい、と2023年7月24日になりましたということで12時6分で、まあ、いつものクオリティでございますが、なんかもうあれだね、夏終わりみたいなの始まったんだけど、どうしたの急に、なんかそ何そんなセンチなこと言い出すの。いや、なんとなくさ、あの夜空じゃないけどさ、秋空じゃないけどさ夕方の空とかなんでどうしたの急に、なんかいいことあった、まあ、とりあえず行きましょうということなんですけどさ、なんかちょっとね、寂しいよなってお前の柄じゃねえや、そんなことは。お前どうせまたなんかどっかの子が、なんとかとか、なんかそんなこと言い出すならどうせ、あそこのあの子がとか、なんだお前、もうそれ以上言うなということで。84でございますね。ございますねっていう時はもうダメな時だね。の ?54 でございますね。微妙でございますね。まあ、とりあえず行きましょうってことなんですけどさ。これ結局、ちょっと行きましょうってことどうなんですかさ。私の性格的に、最後のところがさ、13と7でコスト、あの4枠と5枠ね、みかんと、七夕で、コスト20で組めるから、あとの残りの100を、まあ、好きなように組んでくださいって、組んでくださいって言っても私の性格だと絶対あれでしょう、カバーとかなんか入れるでしょう、絶対そういう選択肢になるもん。うん。どこを使うかだね。パレンケを使いたいのか、ウーマンを使いたいのか、ガリスを使いたいのか、初手で使いたいのか、どこに重きを置きたいのかっていうところだね。好みだと思う。これがベストだとは思ってない。うん。ちょっとやりかけたり、もうなんて言うんだろう。結構これさ、対戦しとってさ、すごい、なんていう、幅広いんですよ。幅が。一応、あれだね。ノータゲ対策に、初手、押しとかなかんで。で、これが後で変えた時に、言いますけどさ、今日ってさ、初手がさ、風しか打てんでしょ。Pizza World offers free blah 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 on purchases of $10 or more. Increase, delivery, aboard, display. 初手がさ、風マンを打つのにさ、弾を打つじゃないと倒せんすが、安いコストで倒すと。イベマンはちょっとコスト重いっすが、そう、別に使ってもいいけど、後ろ窮屈ですが、120打で。そうすると必然的な初手の選択肢が風になりますが、ピグベンじゃあ今日はあれなんだよね、あかんのだよね、あれ、うん、あれあかんだよね。あかんのですよあれ。ピグベンじゃあ結局何、風マンに有利取られるから、ああそうか。向こうあれだ、残さだかも。風番が最初のとこあれだったのだ。うん。ほんで、こう。これを拾いたいの。多分、私より恩人以外は火力あるから生き残っとるから、そっちでもあれかなって。残数的に言うと、一応一番右に。オーバーキルぐらいでもうあれだね、残っとるから。これがきついな。あれだでいいけど、カットがあれ、風の方だでいいけど、半属性ならあかんな。あ、よかった。水に変えてくれた。ここは守ろうと思ってない。倒すことを考えて。あれ、水に変えても、いけたり。多分マンタ出してもあの風マンが先押しにしてさ、行けば多分行けたり、うん、私の予想で。逆にこれ水のが楽だ、また風マンおるんだな、あいつ。この問題目を出るな。で、まあ後で変えた時に言いますけどさ、うん、まあそれ、その話は初手の話はまあ後にしよう。では、ウッズ子さんには、向いとる条件じゃないのみたいな。こっちやるか。
七夕の火力って私あんま分かってなくて500か600ぐらいだと思っとるで、すっごい弱気なとこしかたげてないんだもん。まあ、今日でもあれだよな、これぐらいの中コストという中低コストぐらい、もうみんなあれだね、ペチ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 するのが多いよな。それはミリ残しが多いわな。あるよな、疑惑のマンタでもそうだよな、強いもんで、ね、置かれると見るわ、うん、いや私よくやっとる、うん、残数あれだよ、どうしても無理めな追いかけるんだけどさ、うん、もうあれだね、そこまでってとこだね、うん、もうあれでしょう、後ろないよさ、どう考えたって、この私3形態、2形態でもあれだ、ありがとうございました。2形態のアスカ持っとる、うん、私残ったね、残ったというか危なかペチペチってきたね、ありがとうございました、ありがとうございました。ちょっとこれあの終わった後のコメントいろいろ書いてるんですけど、ありがとうございましたということで、なんかワンパターンだとあれかなって、ちょっと適当にやっていこうか、うーん、あーこんなんとりあえず行ってみようか、順番に行ってみようか、13分、なんかあんま変てこそうなやつはあの飛ばしとくわ、このアスカ並び並ぶとあれだ、あのアスカとかアロマとか何対戦で使えそうなやつは私2形態とかあれウスとかあの辺りは持っとんすよ、基準が対戦かな、うん、使うで、ビカ使うで、こんな感じで、このコスト4差か、うん、微妙なところ、ウスもたまに使うが、アロマはもうおなじみだよね、どう考えたって。使うよね、3で、3とかしかハマらんとかっていう時あれだよね。こうか。マンタでも別にあれなんだもんね。4000だからどっち行ってもあれか。遠倍な分、あっち行った方がいいか。アンパイか。まあ、先、どっち先をしとく？私も先をしとく。ちょっと危ないけどな。風入っとるで危ないんだけどな。でも行くしかないでな、これは。6000あるで、2人一番あれだで。こういう場合、あれなんだよ。ガリス無視していいよ。私でもそうする。ガリス無視して、1と5打つ。よくやっとる。今日対戦中結構やっとる、5。明らかに打てるときとか、うん。無視してやる。うん。門強えな。モン強い。本当は私が右行った方が良かった。あのオンジ行った方が良かった。危ないもん。多分水入っとるから。でしょう。あれ私しくった。あれミス1。あれはミス。うん。これっていうか、これ何桁だった？ 2 形態かなんかで、ね、打てるんか、いや行くしかねえもんな、誰かもう一発行ってよ、で948だ、713で倒せてない、私とあのウータンでもう一体出てきたでしょいや笑っとる場合じゃないけど、これあるあるなんだって今日本当に、この低コストペチペチが、いや笑っとる場合じゃないってお前、それでちゃんと言わなかいよ、さ自分で5つ操作できやそれあれだけどさ、うん、
It has been announced that MR Nicholson will be blah 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 to the human resource manager. Reminded, promoted, anticipated, increased. まあ私がいかんでも別にあれなんだけどな、これは。うん。じゃあ。promoted。モンはでも強いな、あれは。蘇生するあれだな、次水変えてきやがるな。くそったれ、くそったれ、くそったれ、変えてくるな、次は。水に変え、火に変えるな、くそったれが。あ、1個蘇生生きた。よかった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 、1個蘇生生き返るな、これ。ここだろう、ここだろう。変えるわな、ここは。ここはまあ変えとくわな、とりあえずヒーにな。うん、確実に落とさんとあれだに。変えるわな、絶対変えるわな、こんなもん。うん、もう一個残っとるといいんだけど、もう一ターン、もう一ターンある、もう一ターンあるけど、水だな。そうか、そうか、そっち任した。そうか、そうか、そうか。アスカ攻め。うん、アスカ、アスカケネズ攻めみたいな。そうか、あのあれだな、グジョーがおるで、赤もな入るわな。あ、ミリ残った。ミリじゃないけど、ありがとうございました。聞いたんだな、あれ。そうか、そうか、ありがとうございました。ありがとうございました。おつ、ありがとうございました。ということで、いろんなセリフを聞いたんだな、あれ。いや、ダメだと思ったけど、こんな今度秘変でいこう。割とお気に入り。やっぱあれだよな、低コスっていうか中コスで水風らしく、最後の方の台に水カット引き継ぎの、まああれだね、あのいつものあなたもよくやるような、あのカロとか、それからさっきみたいに、ね、アスカとか京子ちゃん、京子ちゃんじゃないけど攻めとかアイノとか、あれだね。俺がこれいくわ。ガッ、これでここもらおうか。あー、俺打っとくか。ちょっと待ってよ、俺が打っとくわ。あー、ちょっとやめとくか。こっちしとくか、俺。俺こうしとくわ。こう、こう、こうしとくわ。俺がこれもらうわ。こっちは多分いいだろう。どっちが良かったんだろう。いや、これすげえ迷った。よく書いた。結果的に良かった。で、こうだな。どうだろう。Science has blah 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 to master and control our environment. Make, left, enable, path. 残数的に扱いくしかないでな。enable. あ、門まで行けたな。補正がないでかな。なんかいつもの感覚でおるんだけど。か、使うだけ使っていたるわ。Thanks to the internet, patients can now access medical information blah 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 than at any time in the past. Easier, easiest, more easily, most easily. 今使っても一緒だけどな。いや、2回あるでもう1回使ったりみたいな。
more easily. 私とかなちゃんがあれだもんな、銅山数で今こんであれか、蘇生もらう分で1リードにできたってことだもんね。こんで蘇生入ってないからここはあれだな。At Infinity Hall, stand-up comedy shows by popular blah 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 are held on weekdays as well as holidays. Perform, performers, performances, performable. Performers. そう、これで、あれだね。セルフじゃないから。これ何のデッキだった後ろ。そういうことで。蘇生は入らんか。水、風だけか。このまま行こうかな。カット入ってない、ちょっと待って。どうしよう、やめどこ。フーズ。しとこう。ずらせんかなって。ほんで、次で残数が並んじゃうだよね。これ変えん方が良かったな。しくったな、これ。完全に。You need to be as comfortable blah 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 during Sazen as available, as possible, as possible, in the variable.これ変えんほうがよかったな、しまったな。え、お前ちゃんと見とかなあかんぞ。怒られるぞ、お前。先生怒っとるぞ。誰もらうのか、これ。火が。誰もらうのか、これ。ちょっと待てよ。これ、しくったじゃねえか。Strange. 風誰もらうのか、ちょっと待てよ。ごめん。ごめん。怒っとるぞ、絶対怒っとるぞ。ごめん、すいません。ということで、これはそんな大したことない。支援電話してみようか。絶対怒っとるな、ごめんね先生。お前は見とけよ、お前。そんなもん、もう対面見てみかんだったら、もう後ろ、そんなみかんの後ろで殻出てくる可能性ないだろう。火に帰ってもあれだろう。アスカとか買っとるわけじゃないんだもん。あなたがあれだろ、風をダメな時だけだぞ、計算するのは。怒られるな。ごめん、本当に。反省しとる。あいつバカだなって思われてるので。あれ耐えたな、うん、これこれ言ったろ。I'm afraid I wasn't blah 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 to what was being said. Attending, serving, asking, hearing. 火力的には私が一番あれだよ。私が言ったほうがあれだわ。火に変えてもあれだわ。火に変えるからだ、ここは。火に変えるから余計変えるもん。ガリスまで変える。うん、そう、火に変えるから。軽くなるハンコで行って、で、ヒッタで飛ばして、うん、っていう風。火に変えた方が絶対、しかないもん。うん。Attending. そう。基本的に、ガリソとかそこら辺の系統はみんな突っ込んでくる。うん。これがでかいんだよね、カナちゃんとあれ絡むと。これで使わせたいんだな。今音出んかったから。
何これ何これ、音出んよ、なんかちょっと待って、何これ両方動いとるからあれだな、そこまではあれだったで、こんなとこだね。さっきのあれ結構引きずりそうだね引きげん、もうあの勉強しとくわ、あの周りを見て何でもかんでも火に変えやいいってもんじゃないで、はい、すいません。カナちゃん残ったな、地味に残ったな。これがここら辺までは行きたいんだな。リスで多分そこそこは、あ、行ってないってことはあそこは届いてないんだ。あ、カット入っとるであれだな。なるほどね。ここやで。こんなあれだね、バンって役に立ったのあれだな。Blah blah blah, this flight has departed on time. Mr. Reynolds will arrive in Fukuoka by 7 p.m. due to wind, provided that accordingly. まあ先にあれ、あっち行くで買うな。あのあれ行くで。あのあっちへ。蘇生後だわな。うん。あっち使ったらあれだで。あれを。二つ蘇生使わせたからね、これは。あれ使うわな。あ、違う。あ、使わんか。蘇生行こうか。で、こういかなかったな。She got the Naomi Prize at the age of 17. Blah blah blah. When she was in high school. What she was. What is called. That is that. That is to say.これ言ったら回復するで、どっちみちあっちに飛ぶで。あ、十分十分生き残った分あれだね。そう、マントあれだね、役に立ったで、よかったで、ありがとうございましたということで1円なんだわ最後いや、書店がだってあんな残るだってないよ、ほとんど。ありがとうございました、ありがとうございました。やった、おつ、ありがとうございましたで、ちょっと待てよ、時間ないで、たったっていかなあかんで、31分まだいいな。これはあれだね、まあいつものパターンじゃなくてアスカロだね、スキルターンがちょっと怪しいから、これは こいつ何、一応あの最後のカウント5を使う場合は初手あっちのマンタにした方がいいかもしれん、風マンの方、落としに行こうとせずに、で後ろおるからあんまりかばったりとかなんかそういうのは多分しない方がいいよ、そこら辺ちょっと多分あなた考えた方がいい、これだってそうやっとったと思う、ずっと戻った何、ね、落ちる感覚のっていうか倒してって何残数差作ろうとするような感覚でなくやっていくもんで、
あのこういうのとちょっと私は多分私の性格的に相性がよろしくない。じれったいんだよ。なんか分かるでしょ。分かってよ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 。この2つ行きゃいいわ。分かってよ。ペチペチだったな。水に変えるね。ヒッタ飛んでどうだろう。向こう多分水に変えるよ。おそらく田島で打てるで。後押ししとるでしょ。ヒッタ俺で。鬱陶しいで。別に田島で落とせるけどね。二条城ぐらいだったら。うん。確定取りに行ってもいいのあるよ。うん。田島で行けるんすよ。ヒッターがもったいないのはあるわね。こっち体力低いでほぼほぼ行けるで。あれ残しただけいい。いい、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 いい。で、ちょっと待てよ。三三三、これ三なんだな。ポイズンキックは地味に体力なかったかな。2000いくつぐらいなかった。いや、わさび火力ねえもん。でしょ、1900誰だったもんな。そう、あキック、火力、あの体力そこそこあれなんですよ。キック2発も落ちちゃうね、あれ。ここら辺いっとくか。2倍来るか。間に合ってないってやつだね、これがね。しっかりと支援食らうし、間に合ってないってやつだね。これいかなかったな。うん、分かっとる。あのあれがおるで、京都の八つ橋がおるで。だから一回見せたんだよね、あれ。これは耐えれんね。誰もおらんのか。水がおらんのか。しょうがねえな。ちょっと待てよ。スマートトランスレーター can translate English into Japanese blah 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 than any other mobile application. More accurately. More accurate. Accurate. あれ、ちょっと待って。あの保険にかけとるあのスマホの方のマイクが。ちょっと待って。ちょっと待って。はい、使えんもんなこれな。何に言われたで。これ今みたいになると逆にここを先生落とした方がって思うな。ここがここなんだ。これラストなんだ。ここなんだわ。うん、使わんほうがいい。相手水だね。これは 100% だね。これは使わんほうがいい。私起こしちゃうね。うん、起きちゃう。聞こえてないな、多分。無理だな。無理だな。カロ下げとるで、ね。あ、無理だろうな、多分。ここ行かなかったわ。後ろがおるで。
あえてスキルなんだった水アップか 2.5 か。モチコが多分体力あるであれじゃない？あ、4000ぐらいだった？ありがとうございました。あれでも、もちこも体力あったら多分際どかったじゃないの。ありがとうございましたということで、やったありがとうございました。どうも。この顔しとこう。あれ、しょぼんでとるよ。かまど。ごあんまりやめとくわ。ありがとうございました。いつもこんな感じに名残惜しくなるな。うん。ここら辺は2回やっとる。まあこれあれかなと思ってさ、これも似たようなやつ、こんな行ってみようか。とりあえずちょっと見て、38点まだあるでしょう。飛ばすのは後から、まあ、あと喋りたいで喋るやん。あえて1個選ぶって言ったら多分こっち選ぶかな。あの、なんだろう、1とか2て、何コスト下げると色カバーになりますが、いや、いいねでもあるよ。でも私水風だったらいいねじゃなくてガリと使うは無理にでも、アンパイ拾うならいいねだよね。そのどれか1個拾えるみたいなさ。で、三枠のパレンケ使った方が何、その確かにそのゴロちゃんで、あの風特攻とか疲弊して裏クラウとか、だから2枠の皿は絶対ぶっ潰さなかったね。クフッっていう、うん、あれを残しちゃダメだね。うん、まあ、そのあれだね、戦い方というか、たげり方が変わってくると思いますけど、の方が一番安定感なんか高くないかなって、汎用性じゃないけどさ、うん、って思ったんですよ。多分トータルで見たらそれはパレンケある程度あれですが、かばえますが、多分って言うけどさ、ガリソだとその不発の時ありますが、相手も裏かきたいっていうか、あれだで水辺入れてきたり皮辺入れてきたりで、全部が全部かばえるわけじゃないですか。もちろんそのハマった時の何耐久値はでかいから、ハマるとでかいけど、まあ要はアンパイ拾いたいっていうのは割と、うん、あのギャンブルしとるようで実はアンパイ拾いたいみたいなところはある。立ち寄るんだな、ちょっと待って。Connor blah 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 his girlfriend 3 months ago. Nari 4, Nari, Nari 2, Nari 5。火が折ったでよかったね。うん。あの巣箱の玉はもったいないで。うん。2つ打てて倒倍だから温存するっていう手もあれだけどね。あ、でも向こう蘇生入ると全部残るで一緒か。一緒だな。使った方がいいな、だったら。ここで倒した方がいいな。っていう考察って結構あれじゃないですか。ダメなやつができたね、あれ。あれもしゃあないな、諦めるわ。こう。The project team needs the blah 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 from the board of directors to put their ideas into practice. Convenience, refusal, sanction, confession. こういう場合さ。ああ、誰も火がいないとダメか。心を鬼にするなら、こういう場合って、残数多いところを、あの、色をかばうに関わらんのって、もう縦抜きできんから、無視して抜くっていうのを割と、私はやっとった。うん。もうわかりますが、これどう見たらブリでしょ。ブリでしょ、そんなもん。誰がやってもブリでしょ。でしょ。実際、ナマズ発動してないぐらいだからさ。うん。
Journey Co-Transport is a Japanese company. Blah blah blah. Logo is a white cat. Hugh, witch, who's, whom. あの巣箱の3発があるでいいかなって、あの本当だったら1か5を下げた方がいい、そうあれがあるで飛ぶかなって、味方1人の風だったら逆にかばわないっていう手もまああれかなって、火力台で打った方がいいな、これ、うん、いや打った方がいい、打った方がいい、うんうん、ちょっと悩んだよこれ打つのどうしようかなって、ガッサが2うまく全員たげりゃね、あでもあれだペチってなったとやっぱあれだわ、打ってよかったわ、うん、ギリギリの時はもうあのためん方がいい、うん、思う、そこは風がおるで2人1人でいけるだろう、そうだね、うん、多分イボニープラスガスタでいけると思う、あのあれの水カットだけ抜きゃいいで、そうせかけんかったんだね、倒れてないってこと、そうせかけんかったんだ、あ最終だでやめたんだな、あそういう判断、なんで親父ゴールド、ちょっと待った、ちょっと待ったちょっと待ったちょっと待った、昨日の私じゃないの、ちょっと待った真ん中に降臨しとるよ王様みたいに、最後私も確かに今日遅延を持った、うん、耐久枠じゃなかったらどうかなっていうのは、結局最終的な一番 こじれるじゃないけど手強いカロとかのあたりで5カウントですが、モチコとか含めたところ、あれ捕まんかったね、あれだからか、どっちみちあれだか、七夕があれだでか、まあここら辺か、53だもんね、親父って53とかコスト駆られるね、今日だってハマキとかおったよ普通に、うん、キャミーをそこそこ見た時に、でもまあ低コストでさ、あの何舐めとるとかそういうのじゃなくて何でもあるのか、別にできてあれだもんね、そのなんだろう人の自由っていうかさ、私結構これってなんかアートみたいな、なんていうの、芸術作品だと思ってさ、絵とかじゃないけどさ、人によっていろいろありますが、それはどんなもの、これ幽霊があれなんだよな、そこなんだよな、これが体力3500、幽霊3発ってあれだな、1200、1200飛んできて、まあ、都合のいいように言ったけど3600とかだから、もうちょい、ウサポはだってそうだもんな、あれでも最後あの思う、なんかカバを引きずり出てさ、カット率高くてまんべんなくでできるやつあいつ選ぶもんね、コスト的に入れやすいしさ、ただ体力がないもんで、でも妥協はじゃないけどさ、ありがとうございましたということで、うん、まあオツにしとこうありがとうございました、それで、うん、でも選ぶなら私これ選ぶかな、これニトルのやつはちょっと時間のあるで飛ばしていくわ。ガリソやったよな。ガリソの右にいたようなやつだな。ここら辺ちょっと行っておくか。これの話。要は初手がさ、今日風ばっかでんで、風倒すのね、あの、マンタ体力高いからさ、タマウか、あいつですか。アテナ倒していけるのって、あの安いコストで、うん、風マンより安いコストで倒さない、あれだがね、120だで意味がないってことないけど、だったら風マン使った方がいいっていう発想になっちゃいますわ。あたりで言うといつもの何青ハンコとかあのあたりがいないですわ。それからあのコスト18のナモミ、あれそこそこあれでしょ、ラスコーとかさっていうのがいないから、割とあのやりやすい、
かなって。いや今日がすごい盲点かな。だってアテナで倒せんもん。ラスコおるだけでもきついもん。うん、あれ。あれ。あれ。ハマった時は、イチターベドあれがでかいで、うん。切断要請マシーンじゃないけど、2問ぐらいでなんか切られて勝ち試合とか。うん。これがあれなんですよ。結局、後ろがな、13と7で組めるから、1に重きを置くならこいつ、2に重きを置くならガリソー、3に重きを置くならパレンケ、どれかはあと自分の好みだよって。ここであれだね、相手が全部風だとすごい残数差をゴボッと。3とかぐらいうまくいくと、これで1ダボで、うん、ちょっと弱いよね。Over the last week, members of Ringson's warehouse crew blah 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 huge backlog of orders for Christmas gifts. Have been processing. Will be processed. Are processed. 打てるで私が言った方が多分もったいないかなと思って、ラスコの火力は。色変わろうが何だろうがあれだで、向こう火に変えたいわな。風にはこっち変えれんだな、ハイパイ的に。うん。うまくいけばでもあれだったんだ。ラスコ一度こし、ダーレボランテかんだ。これ水だったんだよな、ここはな。これが悩ましいとこなんだわ。絶対落ちるでもあれだわ。水だったら万々歳だったな。これが悩ましいとこなんだわ、本当に。うん、まあ、読むわな。あ、でもあそこ行けた。よかった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 。Miss Marshall joined our company blah blah blah. She had worked at a publishing firm for 10 years before. If, unless, after. ここだね。ちょっと待てよ。普通のみかん使ったの久しぶり。なんとなく3のみかんがなんかなんて言うんだろう、過剰すぎる、多いから最終のみかんの方がなんかいいかなみたいに、デッキかぶりじゃないけどセオリーですが、みかん入れてばあさんとかみかん入れてコックスとかって、あと風使うと地味に遅延はあるかなっていうのは、そこまでさすがに届かんかったか。しゃあないな。ここは。あれがあったりな。カットがあったりな。ほんで、ここら辺だよな。頼みのあれだな。耐久枠になるあれがな。うん、そこが生命線になるな、あれは、うん。ちょっと待ってよ。ここら辺まあ落としたいとかだな。こうだな。八つ橋2だったんだ、ごめん。見とってくれてありがとう。ブラブラブラ、残した方がいいよ、第一。あ、残した方がいい、これだったら。うん。そう、みかんはあそこ行ってくれるとすごいあれだね。3
酸味感とあのあれみかん、逆にあのあっち行ってもよかったかもしれん。あ、いけたいけた。バイバイ残数差は、あもうこれは1ターン持ってかれたしゃあないな。うん、アスカの後ろがおるでとりあえず。しゃあないなこれ。52分もうあと2つか3つぐらいなんか。残り見てちょっとピックアップしよう。あれがな、アイちゃん地味に火力っていうか体力高いから。これ先行ったるわ。でも流れ弾を飛んでくる。アイちゃんで、アイちゃんでも2発で足りるかなあれ。3。わあ、もうちょいあれだったら33が飛んでったもんな。ありがとうございました。体力あるもんね、新潟。4000円ぐらいだったよね。3で打てるもんな。3で打てるとなんとかあれかなと思ったけど。ありがとうございましたありがとうございましたまたでにしとこう。ほんで選ぶならこれもあれかな。うん、所定に重き置くデッキで選ぶならこれだな。で、2枠に重きを置くデッキならあれかな。で、パレンケに重きを置くデッキならさっきのかな。さっきの、このパレンケのやつが一番なんか当たり障りがないっていうか、その汎用性じゃないけど、別に色変えようがなんだろうがさ、ニューでも一応風に変えられた時は不利だけど、火に変えさせんとかっていうメリットはありますが、まあ自分の都合のように言ってるけど。で、特別な色カバーじゃないもんでさ、どれでもなんだろう、一応カバーえますわ、とりあえずは。あれ、一人行っちゃったな。あともう一試合、54、もう一試合いけるかどうかな、なんかもう一個。うん。あれ。誰もあれかな。どうだギョッとしとく。あれあれもうあれか、スターレだでか、月曜だで、54、明日とか今日月曜だな。54、あとこれ入れてもう一社いけるかどうか。うん、どれこれって好みだから。どうして私そういうなんだろうこういうふうに組んじゃう、こうやっちゃう、普通に癖でやっちゃう。他の人が逆にあれだろうね、できんよね。で、私が逆に他の人のやつが多分できんよね、おそらく。あれ、アテナで行かん方がいいで、ダメだね。うん。なに、この不毛な戦い。3残し、ほんで。うん。火に帰るやつ行っちゃった方がいいだ。多分火に帰るやつ行っちゃったら悪いだよ、一応は。うん、これでひょっとしたら一試合あれかな。2人はめるだけか。これだと足らんよな。ここら辺かな。ここはやめとく。うん、火力があるあれじゃないで。落ちんなら無理に落ちん方がいいで。うん、
And then blah blah blah, you cast is the rubber. Boom, which, oof, blah. まあ一応、うん、ほんで We cannot get the green light for the project blah blah blah, its cost is further reduced to fit the budget unless, nonetheless まあでもここら辺行かなあかんねやな。パレンケ使っちゃって悪いだけど、一発吸わせるとか指で。風でいいんじゃないかな。あの当たりが強いで生存補正分が。あれはだって売ってこうも多分。多分生き残りのマンタですごいダメージ出せたと思う。だってあれでも倒せとるもんで。そう。The public speaking course is designed to help blah 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 confidence to speak to a large audience. Development.本当は私が弾いった方がいいんだ。あっちも体力多いで。逆なんだわ、これ。私が漏らすよ。あ、蘇生後かな。蘇生後だったか。そうだな、普通そうだな。そうだ、弾漏らすの私どうでしょう。ああ、なるもん。これで。体力覚えてかんな。ほんと関節魔法ばかり出来上がるな。マンタに頼むしかねえな。マンタが先に、いや、先に行くのあれだわ。あっち行くもん。あの、アイちゃんに行くもん。あれ、飛ぶのが。ほんで、ここでも落とさなかんな。残数的にこっちだもんな、絶対。火にして多分打った方がいい。あの、あれはなくなっても。うん。うん、火にして打った方がいい。うん。火にして3番が多分あれだと思う。あの残数的にあのトンちゃんはいいわ。あれあのリーダーいなきゃ関わらんで。これを落とさなかんだ。あいつ体力多いでな、無駄に。届いた、なんとか届いた。これもいかなかんだな。地味に忘れたけど、裏にもう一個おるんだな。あそこはもう初夏に任せるわ。ほんとよかった、助かった。リーダーいないで5番はあれだれな、リーダーおったら結構積んだね。ほんでどっちでぼってやつだな。あーもう一時回っちゃった。次はいけんわ。これで最後になっちゃう。多分押しとるんだろうね、おそらく。そういうことだよね。ゼロはあれだけど、これがまあでもこれ全部入らんもんな。
本当あれだけど、まあ、しゃあねえだこれはな。2人しか倒せ。風が入るで全バレだよな。水はいいわ。あればいい。うん。本当ならこれ、実はエヴァンジェ2人行った方が良かったよな、火力あるで。何この不毛な試合で。ありがとうございました。だったことしない。もうごめん、これできんわ。一時回っちゃった。団中不毛な試合これ。ありがとうございました。ありがとうございました。やった、頑張った。また明日、おやすみ。よし。もうやめとくか。いや、こんなことあったぜ。出ようか出ようかこれも俺も取っか。ありがとうございました。ということでございました。ということでバカなことはいいとして、と18の59、微妙だな。5ちゃう59 5ちゃう5 59でいいよね。18の59だね。微妙だね。微妙だねっていうことで、まあ順番に行きましょう。で下の方できんかったな。いろいろ並べといたんだけど、まあシャッシャと行きましょうか、適当に。まあまあアスカ並ぶとあれなんだね。3形態の方がちょっとあれだね。あの雲かなんかの上に乗っとるとあれかな、高く見えるんかな、うん、色がうまくね。相手の疲弊となんかおるとあれだね。あのアカンはね。まあでも最後のケネスはやっぱあのあれに使う身としては裏かかれた時になんか思うけど、相手に出てくるとやっぱ嫌だわ。それで負ける時あるもん、やっぱり。200のマンタはやっぱ普通に強い、素直に。あれがなんか疑似的なカバーというか残ってくる、だんだん。あれを一発落とすのは結構あれだな。あいつ。ヒルズ族のあいつ、なんだあれ、キルは、あの辺りかけてかんと、正攻法で落とすの、田島で2発殴るとか、してかんと。3枠のあれは、アスカは今日そこそこあれじゃないかな。70% たった1段だけど、カット率高いからね、コストが安いっていうとこ、要は。7で入れれるから、選択肢的に。ここら辺はあれですわね、持っとるわね。私好みではちょっとあれだよ。そしたらあれだぞ。前、制作者様に失礼だぞ。どうぞ先生が当ててくださいよ。想像してくださいよということで。まあこれも私がオリジナルではないけど。こんな感じで。でももう、さっきまでごめんね。怒られるで後から。あのバカ垂れても多分。すいません、先生。好きは好きだな。打っていけるあれだね。カロとか倒して勝った時とかなんかあれだね。あのなんかあの英雄になった気分だね。さっきはあれだね。戦犯ホースだね。まあでもね、ちゃんと見とけよな、ほんとな。まあでもメリットはある。あの味方に一人追ってくれるとすごいあの頼もしいというか楽。ずらしよりあの火で抜けれるっていうところがある。
そこら辺のやっぱり4枠から5枠ってどうしてもあれですが、水カットから風カット引き継ぎみたいな逆パターンもあれだね。風カットじゃないけど入れて水カット、風カットから水カットはあれだな、あのモズルから持ちになるからコスト重いから水カットから風の方が安いわね。作れるのが40〜50弱から60弱ぐらいで作れるから、うん、持ちとモズルは両方重いで、あれ60以上かかる、70とかいるぐらいか、変わらんか、違う、じゃあカロとあれなら48とか、最低48とかが作れるから、 あっち使いあれか、30、38の8だから46かで作れるから、うん、かな、コドビはコドビかな割と、うん、まあ、私らしくじゃないけど、やっぱ2枠どうしてもなんか耐久枠探したで、うん、3枠は自由だね。もう1ケータ上げて2枠安くするとか。初手はでもあれ以上下げれんでしょ、これで行くんだったら。落としてこうせったら。ニューだったらまあ4000火力あるし、みたいな。うん。かねえ、ということで。やってないけど、やっぱこうやってストレートに単調にいっちゃうと、あの、耐久要素全くなくてあれだな。うん。あの、落とせんかったらもう負けじゃないけど、そこで不利になっちゃいますが。うん、メルクだって別に全部落とせるわけないけど、もう妥協案としてこれにしかないっていうかな。サルパぐらい入れたいとこあるけど、自分でやってアスカとかの何、風カット、あ、水カット使ってくること考えると、まあ、風で行くった方があれだよな。だってあのモズルじゃねえや、あのポディ折ったりするわけだから、うん、でなんかみかんばあさんより逆にずらした方がいいかなって。遅延の影響もある。あとスキルかぶり、うん、4みかんはもうはっきり多分今日一番使われてる率高いんじゃないか。芋煮、コックス、リス、うん、リスはまああれだな、あのオーバーキルぐらいにならなかったら、あの2体打ったって別にあれだな、モンストロ打った時は2体打った方があれだもんな、すごい頼もしいもんね、助かるもんね、うん、なんか思った、うん、遅延も確かにある、うん、それはある、うん、ずらした方がなんかあれかなって、うん、どっちにしても完全勝利にはなりにくい、うん、こんな風だと、うん、別に狙ってるわけじゃないけど、うん、やっぱやってみて思った、うん、火力構成はということで、2枠の回復は地味になんて言うんだろう、自分でカバーを使ったと助かるし、逆に相手に追ってくれるとうざっこいよなって。ニューとかカラウンドだけども、ニューにマイナー2体とかシュッシュッシュッってやられるだけで割と辛いもんあるから、うん、こっちは特になんか風で抜けるのがいなかったりする場合、うん、水ばっかのキルワとか並んだ時に割ときついとこあるよなと思って、うん、まあ、5を合わせたいからこれ3がちょっと判断多分違うだろうな、うん、これ変えた方がいいかなと思っとる。もっと早く一緒に自分も落ちてくるような構成にした方が、ちょっとあのこれ考え直した方がいい。だいぶ、うん、そこを狙っていくんだったら、うん、かな。意外になんかタイミングがあった時とかあったでどうかなと思って、うん、たまたまだけどね。うん、まあ、アスカル入れても結局なんかこれ本当は組み方違うんだよな。ニートさん、ああいうカバーを入れちゃダメなんだよね。スキルカウント間に合わんから、初手用だからあれ風マンにして2と3を安く作った方が多分いいんだに、うん、だって卵だと耐える可能性ないもん、まず、うん、で5カウントを安定させた方が多分、うん、の方がいいと思う、スタオリー。まあ水風のあれだな、低コスじゃないけどこの辺の腐ってもアスカロじゃないけどこの辺のセットはあれだよね、うん、弱くはないわな。カロ抜くのはもう風ではもうあれだもんね。先生のあの動画じゃないけど、一回なんかあったら、あれ以外はもうあれだもんね。絶望的だもんね。で、水カット入ったらもうまず抜けんもんね。これ一段諦めだもんね。うん、で、結局あれだもんね。そこで蘇生倒したい蘇生でコックスとか幽霊とかタゲ探すみたいな。いなかったらもう諦めるしかないけど、しぶしぶカロタゲっとるけどさ、建前上タゲっとるけど、まあ無理だよなっていうのは分かっとるよ。みたいな感じですもんね。うん、ということで。うん、これはしっかりセリフ操作入れた。でもこういう作ってくるんだったら本当そういうこと考えた方がいいし、絶対に初手やるの卵じゃない方がいいし、マジで4じゃないんだね、5だで、うん、そこは徹底した方がいいと思う。あなたどうしてもこうやってなんかかばったりなんかしていこうとするでさ
あれだもんな、無造作にもう置こうとするもんね。真っ先にそういうの置くよね。うん。じれったいんだよ、こういうのなんか。じれったい、だから、どっちの色も食らうし、火力は4700は確かにわかる。弱くはない。うん。このコスト代に入りは強い。そう、30も使っとるんだで。うん。っていうのがこれ、対面で2回か3回くらいなんかやられたもんどうかなってやってみたんだろう。うん。この1から3は違うよ。うん、4と5はあんな感じでさ、うん、割ときつかったよなと思って、全体とか乗っていけばボコンいけるけど、うん、どうかなってやってみたということで、うん、正攻法でいくならこんな風にっていうのが、要はさ、これ後ろの構成当たり前だけど7と1320で済むから、前が何100使いますが、30、33とか使えますか。まあ、初手29確定したにしても、100から29、71、71を2枠で使える。うん。で、パレンケ入れて別にこれ、あの、ニュー入れてもコストぴったりだから。多分この手の民間ばあさんとか、これが七夕とかかけてく人、それから芋煮とかかけて後ろに蘇生入れたりとか、逆パターン、逆パターンはないか、芋煮後ろはあんま少ないか、まあ、水風は一応あれだな、セオリーはあれだな、風にかけたよな、たコストがあの足りん時とかは水にやるわね、うん、っていうのを多分作る人こんな感じになってくんじゃない、好みだな。2枠をこれ別にあの2条条にできるか、私最初2条条でやった、うん、二条城だと疲弊させるっていうあのデメリットがある。で、自分はいいんだわ、秘密だで。最初いいと思ってたのは。ああ、それがね、これ。自分は別に秘密だからさ、火に変えてくれるから楽だと思うけどさ、味方が風を置いてさ、そこで不利取るじゃん。だからいいに、ニューにして火に変えさせん方が逆にいいかなって。風に変えさせた方がむしろいいかなって。まだ、あの、味方が打ちやすいから。うん。ニューはあの風に変えたって火力あるから2000ぐらいだったら、別にだってあれですが、ニューはあのあいつヒッター、あの辺りだったら突っ込みますが、なんとか、うん、だからまあいいかなって、自分がなんか不利こうむって味方がなんか有利に取ってくれた方が逆にいいんじゃないかなということで、今日に関しては二条城よりはなんかニューの方がいいかなと思った。まあケースバイケースだけどね、これ試合ごとによるわな。二条城が良かった時あるな。全員ぎっちり風になって、もうどうしても色変も風しかないみたいな、はめられパターンっていうのもあるからさ。うん、ただ二条城の弱点はもう田島に力技で落とされることだね。縦抜きできんの思ったらもう田島で抜いちゃうことができるから、ガリスはそれはできんから。うん、まあ当然、あの、ニューでもやられるけど、それは。うん、トータルで見たらあれかなって、なんとなくね。感覚、統計取っとるわけじゃないけど、わかんねえ。うん。こっちでも別にあれだと思うよ。うん。先生どう言うかな。どっちだと思います。私はまあ、ニューかなと思った。やってみて。うん。最初二条城だったけど、うん。かなって思った。やってって。だからこっちの使用頻度の方が減ってった。その、火に変えさせたくない。二条城だとその火に変えさせたら皿が取れんくて、皿が取れんっていうか、味方の何、何火に変えさせるから味方の風が打てんくて皿を残したりすると、それを残すと今度あのパレンケの方に行っちゃうってこと。二条城だってあの皿行きゃいいってそういうわけじゃなくて、縦抜きしたりとかそっちの方の仕事もありますから、二条城抜く仕事だってあったりするわけだから、そこに手が回らん時って割と多いから、後ろのパレンケで不利取らせんためにも、うん、ゴロちゃん食らうだけでもうほぼ崩壊なんだで、異変なんかあったら余計だから、うん、まあ相手があれだな、どう判断するかだね。水変とか追ってくれや、そこであの躊躇されるとこもあるけど、やっぱりそこの不利は取らせたくないから、自分が落とされるのが嫌っていうより味方が残せんくなるのが割とあの生命線的に辛いかなって。だからその何予防線じゃないけど、でニューを置いといた方がいいかなって。どうすかね、こんな考えなんですけど、うん、っていうことで、これあれかな、3あっちの方がいいんかな。ただこれだったらあと8いって14だったら、うん、カニパンかなんか置いてもいいかなっていうより、
後ろが17と18の35で、右が13と7の20ですが、そのコスト差15をこのみかんとばあさんで仕事で生きとるかって言われると、なんか私微妙だと思うんですよ。ひっくり返した方がなんかいいと思う。その遅延のもちろん影響もある、うん、ある。いや、どっちみちみかん出てくるから、うん、ずらした方があれかなって。4枠の蘇生の方が割と生命性にならんかなって、トータルの確率として、うん、って思った。だからそこの分のコスト割いて、これを3枠のところをネッツじゃなくて、カバウ、安いカバウでもいいか、14とかのカバウでもいいから、1発でも2発でもみたいにしといた方が、うん、これだって17、18、35を15浮かしてネッツと入れて15の21あるでしょ。21点で8で始めますが、28だから別にサルパとか入るわけじゃん。これ別の構成でありましたけど、28あるんだったら木こり入りますが、まあそっちの方が強そうじゃない、うん、ってやって思ったんですよ。こっちの方がなんかよろしくないかなって、私はね、うん、3もなんかなんとなく水じゃないかなと思ってる、ネッツかけるなら、うんうん、これもそう、これもひっくり返した方がいいかなって、さっきと同じような考え方で、うん、初手決まる時は本当あれだね、相手風全員とかだって、何マンタとかダーって並んだりしても、こっち自分これで他マンタとか2人3人とかおったりしても3体ぐらい有利取れるのがある、相手風だらけだったら、うん、1、2枠でだからもう試合が決まっちゃう時ってある、相手が風だけだったらもう無理だわ。で今日の条件がね、やって思ったけどすごい揃っとる。さっきも言いましたかね、なんか体力の高いマンタ倒すのに安くコストいくのが、卵しかいなくてコスト29、それか30いくつのアテナか、その2択しかなくて、アテナでこいつ倒せるわけじゃないですが、アテナだって風に特攻だけで水の効果力じゃないから、うん、でハンコとかじゃもうハンコとかだったら結局あれですか、玉を倒すためにハンコ使うんだったら、まあそれはわかる。玉を倒すためにハンコだったら18のナモミでいいよね。それ目的で後ろで重たいことやりたいんだったら、うん、だからその2つの使用頻度がすごい少ないっていうの。ラスコだとちょっと余さんか、4500余すよな、ラスコだと今日補正入ってないんだね、うん、だからそこら辺の何使用頻度がすごい少ないっていうとこが追い風かな、向かい風じゃないよ、うん、実は割と向いとるんかな。だからこういうコストに無理やり突っ込んだ方が、あいつと一緒で、チュパカップとかと一緒で、低コストとかには無理やりガツン突っ込んだ方が意外とあれなんかなって、うん、補正がある時だけに使えるんじゃなくてって思った。なんかこれはやっぱ水風じゃない、主戦はどう考えても、うん、ここだともうこれぐらいの100、そうだな、ただやっぱハンコとか出てこん時だと補正ユールがあれだな、風じゃないとかんだろうね、圧倒的に使われるような感じ、うん、でこいつあいつピグメント違って何風の効果力とか何6000以上とかあたりとかでワンパンでいけるわけじゃないから、だってガリスだもんね、ガリスではないけど、カット70代で何倍だったこれって2点、んカット70で何倍だった、75がいくつだったあれって4だった、80が4だったか、85が6だったか、80が5だったか、80あれだったか、あれだもんね、あいつが5だね、75が4か、3ぐらい、1万5000円ぐらいか、多分 2.8 とかそんなもんぐらいじゃないかな。当倍だもんね、1万5000円でかいよね。だってマンタ2体吸うもんね、3体すら十分じゃね、あと2体飛んでくるんだもんね。で卵だと逆属性だもんね、属性不利だもんね、当たり弱くなるもんね。それでもまあ多分3発だな、4発はないだろうな、いや十分じゃない、3発は十分でしょ、そこで残数差取れるんだったら、うん、かな。今日だからあんまり対応は避けとった、ちょこちょこのお試しでどんな感じに後ろできるかなっていうのはやっとったけど、うん、切られる切られる2問で切られるとかよくあるだってもう2体目でもうなんか試合決まったような展開だろう、もうどう考えたって後ろから本当に何強力なカバーとかじゃないけど、でゴスが2ターンぐらいとか、
うん、持ってかれるとかそんなあれじゃないかり、だって後ろの方で全体かかるから特定の色カバーじゃなくて持ってきにくいんですよ、カロとかじゃないとねえ。風カット入っとったって全体かかってなんかにのっとったりしたら水もう一個あったりしたら飛んじゃいますが、複合でかばっちゃうと最後の方の何人数が少なくなってくるもんで、カロでもあれだもんね、抜けんっていうかその色変のやつとかいなかったりとかするわけだから、うん、になる。強度 C が多分一番今までで私は向いとんじゃないかなって。水風じゃダメだと思う。風が補正の時、使わざるを得ん時で倒せん時だから今日すごい向いとるんだと思う、うん、これかな選ぶんだったら、うん、右のとあれだけどこんな感じでなんとなくね。最後やっぱあの20にしてセットにしてで2と3はこんな感じでいった方が、うん、3確かにわさびじゃ火力が若干弱いようになるけど、あれでも別にいいんですよ。1体か2体とかでもあの止めれるだけでも、うん、基本的に落ちるけどね、うん、蘇生は使わせたくないけど、それでも蘇生使わせて味方の1人か2人でも残せるだけでもその残数だけでも地味に生きるから、トータルとして長い目で見るとそこら辺残ったやつが風蘇生引っかかるんだったら一つ勝ちに近くなりますかね、うん、だからこれの生命性は初手だもんで、相手に水であっさり抜かれるといかんってこと。たまにハンコとかおるけど率は少ない、うんうん、トータルでしたら多分使った方が良かったんじゃないかな。こんな感じであんまりはやらんかった、うん、いや本当だって昼間とかあれだもん、ガリソいやこいつどっちかが1とか2枠でこぼってはまった時でもうほぼ切られる、うん、どうしようもない展開ありますが、ガリスとかそれか味方かな敵かなんかしくってあの風変したりしてガリス全部ガー持ってかれて向こう落とされて初手の残数差もそのまま持ってかれてみたいな風でいくと行った時もうあれだね、うん、終わる、うん、それで勝ち判定なのっていう時はある、うん、かな。逆に最後で何かやってこうみたいな、うん、38でまあカロが使えるかどうかっていう話は別としてね、うん、複合的につないでいくならて、もうちょい低コストだとあれなんですよね、あのポディから京子さんがそこそこあれなんですよね、有効かなと思ったんですよ、うん、でそれを無理やり引き継いでいくみたいな、まあ、相手次第だけどねこれは、うん、風邪なカットじゃないからな、あのただ風が80かけてあれやもう風邪だけじゃ相当じゃ、だってモズルだけでも3枚いくつかあるわけだから、まあそこまで使うんだったらカロ使えってことだろうね、うん、全体にばらまけるのがあれかなって、うん、まあでも自分にやっぱ吸わした方がいいだろうな、ターゲット集めさせた方が、うん、だから4枠のところを変えてもいいよね、ポディとしてポディとモズルにして、うん、もうちょい工夫してポディを下げてもありはありだと思う、そこら辺のところは、うん、アスカ置いちゃってもあれだからね、ここら辺は結構工夫次第かな、うん、まあ、37ならカロでもいいんじゃないかみたいなところはあるけど、そこら辺はまあ1個なしということで、うん、そうアスカセット、うん、こうするとあれなんですよね、最後38にするとあのあいつじゃなくて、うん、これはほぼ動く、うん、脈が硬いもん、うん、あんまりあれだけどね、ここら辺は、うん、まあ、いろいろあるよねって考え方次第じゃないけど、まあ、全部あれだよ、私の、アイデアじゃないよ、うん、自分で考えたのはあれだよ、パレンケとかそこら辺の、初手のやつとかそこら辺の構成だけどよ、あの手はどうしてもあの癖で作っちゃうから、これにやりながら見とってさ、ふーん、そういうのもあるんだ、ああ、そういうのも出てくるのって、もう寄り道ばっかして、結局なんかっていうところ。あ、そうか、今度あれやってみる。ちょっと出られてきたらあれやろうかなって、ちょっとコーヒー一杯飲んであれやろうか、今度これ、ああ、あれやろうか、みたいな感じかな。うん。うん。2枠パターンで選ぶならこれかな。木こりでも別に降りは取るよ、風だって落ちてもいいけど、うん、そこはいいんだわ。うん。1人でも2人でも残したらみたいな。うん。意外と木こり単体で見るとなんか強くなさそうかなっていうのは、うん、風あの水出しみたいなところは、うん、ウーマの2番煎じにならんかなみたいなところありますけど、
ガリソと並んでいって、ガリソでそこを落とすのに苦労したところで、キコリとかポコン出てくると、割と、ああ、見とるときついよなって、相手側に立つと多分あれきついなっていうのは思った。かなって。私はどうしてもこういう風に作っちゃう。後ろをああいう風にしちゃう。多分あれだろうな。カロとか使う人とか、火力でいく人は多分こういう考えにならないよね。逆もそうだね。私が多分そういう考えにたどり着くのって、自分のアイデアじゃ無理だもんね。対戦で見たりしたらもね、ああ、そういう、そういうになるんだ。ああ、そうか。そうするとそこ、そんなものコストで、なんかあれだったら他の考えるんで。で、あなたが何そういうオリジナルの見た後ってさ、絶対他のところのやつカバーを入れるもんね。それで機能しにくくなるんだよね。うん。コンセプトとずれるんだろうね。できた、できたんじゃない、スキルターンは延命じゃないけど、刺して、やら、何、稼ごうとしとるやつをカバー入れて、自分で勝手に早くしたりとか、うん。性格っていうか、これ宗教的なとこだろうね、デッキの組み方の多分。これはもう、各自にあのスタイルあるから無理だわ。思っとる。逆の人のやれっていうの無理だもんね。A さん、A さんが私のやれっても無理だし、私が A さんのやれっても無理だもんね。それは。一回見てからだね。見るとそうだね。答えだもんね、これは。カンニングじゃないけど。うん。かなっていうことで。これ初見だったかな、確か。うん。こんなんでも思ったけど、ミカのやっぱドンかぶりじゃんみたいな。これやめた方がいいやと思って。ずらした方がいいやと思って。うん。最後無理に全蘇生してかんでもいいわと思って。だってもう最後の方で全体かかったらお互い消化試合ですわ。うん。カロのあの絡みだけじゃん、どうは。カット率高いやつ、モチコとあのあたり。うん。かなーって。うん。これでちょっと思ったんだよね。ガリソよりなんか色変わるに固定させん方がいいんかなーって。パレンケ使った方があれかなーって。うん。で、組んでみたら組めるじゃんみたいな。うん。これなかなかあれだね。癖があるっていうか、ああ、イカは逆にはもったいないから、20は。もったいないな。うん。だってこれまだ5話待とうできることあるもん。キコリ入るでしょ。これ。ねえ。キコリがここで15で足らんけど、後ろ工夫しはキコリ入るもんね。うん。右の方がだからいいかなと思う。イカはどっちみち蘇生引っかかるし、あの弱い。こんなやつが2ターン持ったら、1000いくつずーっとばらまいて、どっちみち水カット入ったら縦抜きしたら何にもでき、身動き取れるので、とっとと落とした方がいいから、あんまなんか、20がなんかコストの割に合わんっていうかな。だったら1体でも残せるなんかかばってとっとと落とした方が。うん。で、ワンチャン七夕で蘇生狙った方がなんかいいかなって。私の性格だけどね、これは。考え方が。うん。どうしてもなんかそこの固定概念に縛られてるとこあるから、かなーっていうことで。こんなんかな。あー、やったよ。2枠のマンタあれだなと思って、ストレートに行き過ぎかな、これ逆に。弱くはない。2枠にマンタ置いといて別に弱くはない。うん。ただ、あえてアスカなんか並べたりとか、もうちょい意地悪いことした方が逆に、デッキ的じゃないけど、勝率的にはなんかいいんじゃねえかな、みたいな。うん。たまーに真ん中あれなんだね。7円おるんだよね。忘れとったけど、また出てきやがったなと思って、俺のジャンばっかしやがってと思って。うん。慣れかな。リスだからって逆に全部が全部抜けるわけではないね。モズルがおること考えると。モズルだけじゃなくて、カロがおること考えると。うん。これだって飛燕させたらあれかな逆にって思う。うん。弱くはないけど、もっとなんか考えた方があれかなって、うん、基本的に200万たおきあれですもんね。あ、それで明日でございますということで、最終日秘密の210だったね。こんなんどうかなって、とりあえずは読んでも蘇生入れちゃうの。あの水カットあろうが不利が含めて、で5が多分あれね、4蘇生は多分ずれちゃうと思うんですよ。相手のが行っちゃうと、相手が行った後で4蘇生使われちゃうから、その4蘇生使った後の中にエヴァンジェとか折ったりしたやつ、その分を後ろで止めるみたいな。うん。蘇生後の何か、かなーって。これだと多分カバーより落としていった方がいいんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと手探り。全体入れる、多分あれで遅延入れるかなんか重たいカバーを入れるかした方があれじゃないかな。これ210だね。もうちょい多分組み方考えた方がいいと思う。うん。
で、あの2と3のあれだね、あのカバーのもちょっと不透明なところあるから、うん、まあ、いつもの感覚だけど3人台どうかなっていうのはあるけど、まあ、風変して落としに来るとか、うん、そこら辺のところはあると思うし、多分ちょっと違っとると思う。ただそのこの4素性、ね、あのあれの素性のやつか、新しいユーロカリ、あれの感覚を見たい。後ろ何が置いたのがあれなんかなって。だってこれから水こんな感じが主流になってくる。ただこれデッキかぶりしたらめっちゃ弱いよな。2500台だな、コスト40使ってる割に死ぬほど弱いだろうな。多分4形態が来たら60の4000、4000とかだったら強いだろうな。それならあれだと思う。だそうするともう戦い方が多分変わっちゃうだろうね、うん、5号2じゃなくて3だろうね。それかもう5を合わせずにあの強力なカバーか、それかあの蘇生率高いやつを入れていくっていうのがセオリーになってくんじゃないかなって、うん、ちょっと様子見たい。なんか違うかな。なんで風にしたのあそこ。あれでいいんじゃないの。コスト余ったね。なんか違うかなと思うけど、うん、秘密で風か。まあでもどうかなって。まあとりあえずちょっとコストまだ15か16かできることはまだあるから、もうちょい考えた方がいいかなと思っとる、うんうん、ベタだよな。あんまあれかな、フロッターはあれなんかな。いやあのクレコ率が高いと思ったから、あの風呂かかったらあれ10倍だから、あれでも抜けるわけないからさ、うん、水より多分そっちが高いんじゃないかなと思って、クレコか赤ヘビの方が、うん、かそれを引っ掛け狙いみたいな。これはなんか違ってそうかなと思って、どうなんだろう、すごいなんか手探り、全然想像できてない、うん、逆にこんな風にいった方がどうかなって。初手が弱いよな、あれリスもだって確定じゃないもんね。高乱数だよね、少し入っとるよね。96か7ぐらいじゃなかったかな多分、うん、入れるのがなかった。落としていくんだったらこんな感じかなって。汎用性出していいねを破壊ラインで、どうしても200割れ譲れんかった。ただあれが耐えるって可能性がある、うん、最後合わせに行くんだったら、だったら最後多分もっとあれだよね、蘇生率高いやつか耐久、同じ言葉だけどにした方があれじゃないかなって。ビアコなんかすごい珍しく入れたんだけど、ちょっと違ってそうかなということで、いやコストはまだ入れたけど別に初手他のでいいよこんな、うん、ただこんなんだとあのあいつなんだクラリスとか耐えるから、耐えるよね確か2500って。どうかなって。だって7300なら別にあれでしょ、マンタ倒せるならまあいいだろみたいな、うん、こんな感じ。2枠も6800で地味に残ったりして、うん、じわじわ3人体制でどうなんだろう、味方の火力が足りるかどうかとかあるよなそこら辺は、うん、後ろはもうあれだね、バタリアもろカット食らって身動き取れなくなるけど、うん、それで、うん、蘇生して1、2ターンで最後1ターン、うん、どっちに重き置くだろう最後、ウーマに重き置くかな、水に重き置くかな、まあ、人それぞれだろうな、答えないだろうな、うん、まあ、あれならまず止まるだろう、ただ火力がないから倒せんでどうしようみたいなかな、こういうの逆に初手のこれはおもらしはカバーしたいかな、うん、水の効果力とかいや多分体力低いはずだから、うん、リスボンがおってもなんとかならんか、多分こいつこれやってスワコ使った方が一番汎用性広いと思うんだけど、うん、でまあセルフ蘇生じゃないけど田島とかあの辺り引っかからんかなって、オオカミマンとかおらんかな、タウロスも風だで引っかかるしどうでしょうみたいな、うん、最後多分あれで蘇生率高いやつ置いた方がなんかあれじゃないかなって、遅延を合わせに行くより、うん、これか交代球じゃないかなっていうような感じでございましたということで、微妙だな、こんな感じでございました。そうだね。
あんまりだね。まあそんな感じですってことで、うん、お腹減ったね。今日結構食べたでしょ。前の夜飯なんか聞いてねえわ。だからお前だろ、夜空からなんかのこと言っとったんだろう、うん、まあね、どうしたの急に。なんかいいことあった？萌子ちゃんとなんかいいことあった？うん、ちょっとね、どうしたの？喋りたいの？いや喋らんでいいよ、喋らんでいいよ、お前喋らんでいいよ、変なこと喋るで、お前卑猥一号だね。あ、そんな感じで終わりましょうでございます。なんかルンルンだね。なんかちょっとなんかほっぺたなんかあれじゃないの、うん、かわいいもんかわいいわな、しょうがないな。俺あの子になかったら生きてけん、ほんとどうしたの？来月になったらまた言うだろう。いや、もう俺はあの子のことしかもう見えないとか言って、まあね、恋は盲目じゃ。そんなことで終わりましょうという感じでございましたことで、はい、ということでそんな感じで終わり。